移民100周年のこの記念の、イベントが幕を閉めますが、その責任というものは本当に、そうですね、私たちの責任も重いですよね。緊張しますね。はい、はい、それではこれからですね。そうですか、はい、トップバッターですけど、どうですか、はい、お気持ちはどういう買い方というか。そうですね、年はとってもやっぱり緊張しますよね。ですから特に、この私のこれのこの歌はですね、明治時代の、そうですよね、始まりと聞きました。若い、若者たちが、新しい日本を作る、そういう夢を見ながら、活動していたその時代の歌なんです。はい、わ、はい、かりました。では心を込めて、では、はい、明治7年の国民が職をなくし、貧しい学生たちが土壌の上でバイオリンを弾きながら歌った、流行したその当時の歌ですね、はい、では歌っていただきましょう。高畑正二さん、諸星節。よさこいよさ
ー